これプラウベルマキナっていうカメラで、このカメラで、毎回写真を撮ってます。まあ、このカメラでいつも撮ってるわけなんですけど、まあ、20年以上ぐらい前の古いカメラなんですが、よく使ってますよ。で、蛇腹で、まあ、レンズ交換なんかもできない不便なカメラなんですけど、まあ、その不自由さみたいなのが逆に僕は好きなんですよね。これから僕はヒマラヤのマカルっていう山に、世界で5番目に高い山に行くんですけど、その時もこのカメラを使って撮影します。フィルムのカメラなんでね、このポダックのフィルムを使って、これをね何十本も持っていかなきゃいけないんですよね。で、予備のカメラとして最近はこの富士の、67のカメラ、これも蛇腹のカメラで、こうやってしまうことお弁当タイプなんですけどね、なんとかねこれを 8500m ぐらいの頂上に、持って行って今回も撮影したいなと思っています。ぜひ、写真撮ってきたらねまた見てほしいなと思います。ラブモード、ラブスポー